テステス。皆さんこんにちは、長西真人です。今から何をするかというと、今日はクラブセッティング紹介したいと思います。開幕戦の時やったっけ？ちょっとやりましたね。やったよね、はい、やったけど、まあ、ちゃんと説明できなかったんで、ここで改めてクラブセッティングちょっと紹介したいなと思ってるんですけど、なんかちょっといろいろ入ってない？なんか多いですね。多いよね、なんか多いよね。で、あの時ピン型刺したよね。あー、刺してましたね。そう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 。で、ウェッジも2本あるし、まあ、そんなこんなでちょっと改めて紹介しようかなと思ってて、付き合いいただければ嬉しいです。もちろんです。はい、それでは、行きます。やっぱドライバーから行こっか。いいです ね、 ね、ドライバーから行こっか。よし、じゃあ行きますね。さあ、これ多分もうみんな知ってると思う。このドライバーに変えて、もうね、ティーショットの曲がりが明らかに変わりました。変わってますね。そんなドライバーを紹介したいと思います。3、2、1。おおお3、2、1。おおお3、2。おおお、はい、ステルス、うわ、プラスの 10.5 で、スタンダードのベイビーロワーっていうの、これ。あ、そうですね、一つ立てたやつ、ワンクリックロワーですね。そうだから、実際に言うと 10度かな。はい、でシャフト見てください、これ。はい、ベンタスだけじゃなくて、なんかちょっとついてますね、やっぱり。ベンタス TR、 ポン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 、ベンタス TR の 6X を使ってます。はいはい。で、シャフトの長さは 45.25 のバランス D1 D1 なんですね。そう、へえ。それを使ってて、このポジションはもう超スタンダード、真ん中ニュートラル、ニュートラルで、これでこだわったのは、そうですね、振りやすさ。はいはいはい。なので、あの D1 で 45.25 インチ一つ立てたやつにして、ベンタス TR にすると、僕の振ってる感覚に近づくんじゃないかな。いいですね、試してみたいです。僕そう、もうほん、いやでもマジで曲がってないからね。はいはいはい。なので、あの、この中日クラウンズもうこのドライバーでガンガン攻めていこうと思ってるんで、ぜひちょっと注目してもらいたいなって思ってます。3番ウッド行こうか。行きましょう。はいはい、これ、はい、じゃん、ステルスプラス、おお、15度で、これもベンタス TR7X で、長さは 42.5 インチ。はいはいはい。ちょっとスタンダードが43インチぐらいなんですけど、多分売ってるやつがね、はい、でちょっと短め。やっぱその、うん、ウッド系でたまにみんなバラバラのシャフト使うとかっていう方もいるじゃないですか、うん、まあいるよね。やっぱ安定感ってそういう面でも必要なんですかね、うん、そう、まあそうだし、メーカーは揃えたいよね。あ、なんかさ、こうベンタスと、そのそれこそディアマノのコラボとか、はい、ベンタス、まあね、もちろんいろいろあるんですけど、はいはいはい、これなんか揃えたくてさ、はいはいはい、次5、これがエースです。はい、うわ、ステルスプラス19度、スタンダードで、長さが 41.75 かな。はいはいはい。でこれね、本当にこのフェアウェイウッドに関して全部めちゃくちゃ安定してるね。安定してますね、うん、これはこうスティンガーみたいに低い球でもシャンと打てるし、はい、高い球も打てるし、なんかすごく気に入ってます。振りやすいし、これも D1、はい、でグリップももちろんエリートのラセンの 2枚巻き。おで、ここで本の普段はね、もうこれしか入ってないのですよね。こんな感じですよね。そう、もう最近このゴルフの安定、もう安定っていうかスタメン結構決まってますよね。これ以外持ってきてなかったの。でそしたらね、なんと朝ゴルフ場来たら入ってんのよ。入ってるんですか。入ってる。何これと思ったら、気になるよ。ちょっと気になりますね。5って書いてある。5です。18度、5番ウッド、はいはいはい、でエピローグ ST の LS、はい、でこれね、今日朝見たんですけど、めちゃめちゃ顔いいのよ、これ。これめっちゃいいの。結構でも直人さん風のウッドですよね。そうそうそう、あのヘッドがちっちゃくて、そうヘッドがすごくちっちゃくて、あのディープに見えるんやけど、結構シャローな感じで、はい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 、シャローフェイスな感じで、
上から見たらこうすごく気持ちいい感じ。はいはいはい、上から見たらね、気持ちいい。はい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 、気持ちよさそうです。そう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 、これがすごいいい感じなので、今日打ってみたんですけどすごい良かったから、はい、もしかしたら入れるかもしれない。いやー、それはまあじゃあ試合になってからのお楽しみって感じですかね。何が違うかっていうと長さが違うのよ。はいはいはい。でこっち 41.75 のやけど、こっち42やるからちょっと長いから、はい、データでさっきっトラックマンデータ取ったらキャリーで250ぐらいしてたから、はい、だからまあありかなみたいな。はい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 、はい、だからちょっと飛ばしたいとか、はいはいはいみたいなね、ありかなって。でこれよ、これ知ってる人いるかな。いや、アメリカではちょっとよく見ないブランドですね。これコリン・モリカワとか使ってるって噂ない？マジっすか？ないね。あ、ないんすか？ないね。はい、これは兵庫県のアコーさんって方が作ったオリジナルブランドの A グラインって、もう G クラブじゃないこれ。そう、ちょっとよくわかんないんですけど、はいはいはい、アコーさんは昔ロイヤルコレクションっていうところにいてて、はい、でそこから独立してあの自分のこの使ってるんですけど、はい、まあいい顔してんのこれ。見てこれ。うおお。そう。いやでもマジでいい顔してますね。そう。それ、あ、英語でなんて言うの？マジでいい顔？そのままですね。マジでいい顔って言ってる翔太がマジでいい顔してます。マジでいい顔？それちょっとぜひ見に来てください。そう。はい、じゃあちょっとアイアン簡単に説明していくか。これ多分みんな知ってると思うんで。そうですよね、まあ、この年からですね、藤倉さんの MCI 120X、はい、これ使わさせてもらってます。うわ、これがいいのよ。やっぱこれに変わっても本当にゴルフ変わりましたよね。あのさ、前までさ、グリーンで止まらなかった球がさ、はいはいはい、止まってるもんね。止まりすぎちゃってる場合もありましたよね。そうそう、だからさ、関西オープンの時にさ、はい、グリーンがまあ、あの当日になったら柔らかくなったんやけど、はい、硬いから、まあ、例えばあの190ピンやったとしても175キャリーで行こうよみたいな、はいはいはい、本当に落ちてから5ヤード以内に全部止まってた。そうですよね。だからそれだけこうスピンが入るし、この体の負担がマジでない。はいはいはい、それがあのメリットだったんやけど、でもコントロールできてなかったんやんか。そうでしたね。でも先週からね、トラックマンであのいろいろやり取りしてね、はい、やっとコントロールできて、先週なんかほぼ完璧だったんじゃないかなっていうようなショットたくさんあったし、いいプレーしてましたよね。うん、だからこれはぜひ皆さんほんまに使ってみてほしいな。で、次はこれサンドウェッジ。はい、これでちょっと変わったんですよ。で、何が変わったかというと、これ溝ちょっと見てもらっていい？新しいエポンさんの新技術で、これ前までこの縦と横のミーリングがあったんですけど、これ横のこの縁のところ縦にこう筋入ってるの分かんない？いや、なんかでも線若干見えますよ、ね、見える？はいはいはい。この独自のこの設計を、このなんて言ったらいいの、この加工してるのはもうエポンしかないのよ。はいはいはい。で、そのエポンがちょっとナウス、プロこういうことをやってきた、考えてやってみたんで、ぜひ使ってみてくれませんかっていう話だったんで、はい、もうテストなしに一回じゃあ採用してくださいっていうことで、はい、それができた第1弾のウェッジ。ひゃー、で今日これ打ってみたよね。はい、ギャン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 。そう、これエポーさん、ギャンギャンは英語では、ギャンギャン。おお、あ、そうなんですね。そうそうそう、はいはいはい、わかりました、わかりました。ギャンギャン。ギャンギャン。そうそう、もう本当にもうチェックがもうチェック。チェック、はい。もう本当にファーストバウンドのチェックがギョッみたいな。はいはいはい。ファーストバウンドがギャッ。ギャッ。そうそう、ギャッギャッみたいな。はいはいはい、はい。すっごい。で、ウェッジのシャフトが今週から NS プロになりました。あれ？ブランディングはないですか？うん、ないでね。なんでか知ってる？目立ちすぎたから。あの、よくないかもしれないよ、はい、NS さんにはよくないかもしれないけど、すごいこう、見えちゃったからさ。はいはいはい。そう、いや、まあでもこれでちゃんと使ってるっていうのを。そう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 。で、これを消させてもらって、よくあるやんか、このエリートのグリップを裏差しとか。はい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 。そういう感じで、今週から、はいはいはい、NS プロ、 NS の担当の人が好きで使ってる。いいですね。はい、なので今週初めて使ってみるんで楽しみにしています。次は最後パダ、じゃんじゃんじゃん、
一目惚れパターン。パンパンパン。そう。米の名前で言うと一目惚れ。いやかっこいいっすよね。これスコッティ・キャメロン、ちょっとこれ読んでもらっていい？ It says Scotty Cameron button back F3.5.5 Yep. For tour use only. ツアーでしか使えないっていう。そうなんだ。はい。これでもね、スコッティ・キャメロンのサイト行くと買えるのよ。あ、マジですか。そう。いや、でもサークルティーも買えるんですか。サークルティーも買えるの。マジですか。これって、ね、多分30万から40万ぐらい。いやでも今もう日本に入ってきてないから買えないんだけど、はい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 、でもチャンスのある方はぜひチェックしてみてください。これがいいのよ。で、今回線が半分だけしか入ってない。これがめっちゃレアですよね。そう、前はちょっと見たことない感じの。そう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 。このいい特徴はポイントは何なんですか。なんかね、ここまで後ろまで線があると、はい、ヘッドがでかく見えるの。あ、で俺昔さイップスだったことある。はいはいはい。イップスってわかる？英語でイップス。あ、はい、わかります。分かる。はいはいはい、わかりました。なんか俺の場合ってさ、こう手動かへんねんけど、はい、こうその上がらない人と降りてくこない人が2人に2通りあんねんけど、はいはいはい、俺の場合上がんなかったの。はいはいはい。で大きいマレットだったら上がんないのよ。はいはいはい。この線が半分なことによってすごく小さく見えるのよ。これちょっと見えるかな。あ、ちょっと伝わりづらいかな。あー、でもそうそう、だからこうなんかそうパッと見あれですよね。その線があるところまでしかパターがないみたいな。そう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 。俺より日本語上手やんか。あざっす。もしかして YouTuber できるんじゃない。いや、それはまだナオさんに任せております。はい、なので開幕4戦目、今週が4戦目ですね。早いですね。早いね。で開幕4戦終わり、今週で終わりなんですけど、今週開幕戦はこういう感じで戦っています。なのでぜひ皆さん、この使っているクラブから繰り広げられるショットを見に来てほしいし、今週でね4試合目になるんですが、翔太が今週、とりあえず今週までなので、今週翔太を一緒に優勝してね、エリックに託したいと思います。ちょっと翔太、今週の目標。ナブさんと共に盛り上げていきましょう。イエーイ。レッツゴー、レッツゴー。それではちょっと最後一緒に入ろうよ。いいっすね。よし、じゃあ今週一緒に頑張ろうね。お願いします。それではいってらっしゃい。